こんにちは。アメリカ在住翻訳者、ランサム・ハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今回は、心がくじけそうになった時に思い出すべき、やめないためのコツとマインドセット3つについてお話ししたいと思います。この動画を最後までご覧いただくと、英語であったりとか翻訳であったりとかを勉強しててですね、心が折れそうになった時にもですね、心が折れることなく前に進んでいくための心構えといったものがわかりますので、よろしければ最後までご覧ください。このチャンネルでは翻訳通訳関連のお仕事、海外生活、フリーランスなどについて発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。さて、今回はですね、心がくじけそうになった時に思い出すべき、やめないためのコツとマインドセットについてお話ししたいと思います。以前からも多くの動画で私はお話をしてるんですけれども、語学の勉強であっても、翻訳の勉強であっても、永遠に終わらない長い道のりで勉強をしていくことになります。で、そんな中でですね、いつもいつも全てがうまくいくとは限りません。順風満帆でないこともあるし、つまずいて心が折れそうになることもあります。そんな中でですね、負けずにずっと続けていくっていうことがすごい大事なので、どうすればしっかり正しい心構えでですね、前進を続けていくことができるかについて今回はお話ししたいと思います。心がくじけそうになった時に思い出すべき、やめないためのマインドセットは3つあります。1つ目、やらないよりはやった方がいいと考える。2つ目、数値化する。そして3つ目、ストーリー性を考えるです。ではこの3つについて深掘りしていきたいと思います。まず1つ目、やらないよりはやった方がいいと考えるです。これはですね、ずっと努力を続けているとですね、時々自分の不甲斐なさっていうか、なかなか上達しないなみたいな感じで、自分に苛立ちを覚えるということがどうしても出てきます。で、そんな時にですね、どうしても自分が比べてしまうのは、もっと自分よりも上手な優秀な人であったりとか、先を歩いている人たちなんですね。そして人と比べて、なんで自分はあの人たちのように上手にこういうことができないんだろうみたいなことを考えると、どん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 ネガティブ思考になっていって悪循環に陥っていきます。その進歩っていうのもですね、自分が思うように前進できないということもあります。つい心が折れそうになってやめてしまいたくなる時っていうのがありますけれども、そんな時はですね、やらないよりはやった方がいいぐらいの気持ちで続けるといいと思います。私なんかもですね、去年から通訳デビューをして、今少しずつお仕事も増えてきていて、今もまだ修行中っていう感じなんですね。で、やはり翻訳の方がやってる年月が長いですから、翻訳はささっとできちゃうことでも、通訳であるとですね、まだまだ勉強が足りないな、もっともっと上手になりたいなって思うことがあるわけなんですね。で、そんな時に始めたのも翻訳に比べると遅かったし、こんなんで上達するのかなって思ってしまうこともあるんですね。練習してもそんな上手になるんだろうかって思ったりとか、疑いが心に湧き上がってくることもあります。そんな時も、とにかく毎日を少しずつ話す練習ですね。まあ通訳ですから、通訳の練習とかをしてるわけですけれども、上手になってるのかなって思いながらも、まあやらないよりはやった方がいいだろうって思いながらやってます。ひょっとしたら翻訳なんかと比べるとね、上達に時間がかかるのかもしれないけれども、それでもやらないよりはやった方がいいだろう。で、そうすればですね、いつか少し時間が経った時にですね、あ、こんなに進んでたんだっていう日が来るかもしれないと思って、なのであまり大きな期待をせずにですね、淡々と粛々とその日の練習を続けるようにしています。その時の心構えは、あまりこう劇的なことを考えないことですね。まあ3日ですごく上手になるとか、そういうような短期的な目標ではなくて、日々のトレーニングが大事なので、今日はうまくできたかどうかわからない、今日は上達したかわからないっていうような時も、やらないよりはやった方がいいぐらいな、ちょっと肩の力を抜いてですね、あまり先を見すぎずに自分の足元を見ながら一歩一歩前進していくということが大切だと思います。それがまず1点目ですね。それから2点目は、自分の進捗を数値化するです。
先ほどもお話しした通り、心が折れてしまう時っていうのは、今まで自分が歩いてきた軌跡っていうのがよく分かってないっていうか、一歩一歩しか歩いていないので、すごい長い間努力を続けていたとしても、自分でどれだけ努力をしてきて、どれだけ遠くまで来たかっていうのは、なかなか自分では把握できないことがあります。そして自分のことはどうしてもこう謙遜して考えてしまいがちなので、どれだけ自分が長い道のりを歩いてきたかっていうのが、なかなか正確に把握できないということがよくあります。で、そんな時に私がおすすめしているのが数値化するっていうことなんですね。数値化するっていうのは、別にトイックとかね、そういう点数で出てくるものでなくても、昨日の自分はここにいて、今日の自分はここにいたっていう、そういうこう進歩が分かるような形で記録をつけておくといいと思います。まあ、一番分かりやすいのは、もちろんテストのスコアが上がったとか、そういうようなことだと思いますけれども、別にテストのスコアじゃなくても、一日これだけ練習しようみたいな、例えばですけれども、人の翻訳を書き写す練習をしているような方だったら、これだけのページ数練習したとかね。で、そういった形で振り返った時に、自分の足跡が分かるような形にしておくとですね、心が折れそうになった時とか、自分のやってきたことは今まで身になってるんだろうかって不安を感じた時に、今までの自分の努力の跡みたいなのを目で見ることができると、疑いを持っていた部分なんかもね、振り返ってみて、あ、でもこれだけ自分は時間とエネルギーを割いてこれだけ頑張ってやってきたんだから、どこかで身になっているはずだっていうようなことをですね、自分に言い聞かせてあげることができると思います。それに、もしこれが例えば英検であったりとか、トイックであったりとか、そういう試験っていう形で数値化をしてきておられる場合はですね、その実績が履歴書に書けるという一石二鳥の側面もありますので、今まで自分がしてきた努力っていうのは、なかなか自分で正確に測ることができませんので、そういう客観的に測ってくれる物差しみたいなものを利用して数値化されていかれるといいのではないかなと思います。それが2点目、数値化するですね。それから3つ目はストーリー性を考えるです。いろいろと努力をしていく中で、うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあるし、大失敗をすることも必ずあります。で、そんな時に私が思い出すのはですね、どんなヒーローもヒロインであっても、うまくいってる時もあるんですけれども、必ず挫折というものを経験して、そして乗り越えて大きくなっていくというストーリーがあると思います。自分を別に英雄視しなくてもいいんですけれども、そういう紆余曲折を経て、そして成長していくっていうことが誰の人生においても必要だと思うので、そんな時にですね、うまくいかないことがあっても当たり前っていうか、うまくいかないことがあるからこそ大きく成長できるんだっていうような考え方を身につけられるといいと思います。つい先日、羽生結弦さんがプロへと転向されましたけれども、彼の奇跡を振り返ってもですね、毎回毎回必ず1位を取ったっていうのではなくて、いろいろと困難を乗り越えて、試練を乗り越えて、あそこまでたどり着いたからこそ多くの人の感動を呼ぶのだと思います。それと同じでですね、私たち一人一人いろいろ困難、苦しみを乗り越えながら歩いていっていますので、そういったことを振り返ってですね、自分の人生も全てうまく順風満帆にいかない時もあるかもしれないけれども、転んだら起き上がって立ち上がっていくからこそ、そして前進を果たすからこそ意味があるんだと、だからこそ自分が目指していたゴールに到達することに意味があるんだと。難しいことでなければですね、努力する意味もないというか、あまり簡単なことだったら逆に簡単に到達してしまうのもつまらないというか、苦労して挫折なんかも時々経験しながら勝ち取る勝利だからこそ意味があって、感動もあるのだということを思い出してですね、ちょっと自分の人生をその時その時の辛い思い出だけにとらわれるのではなくて、長い目で見てストーリーとして振り返った時にですね、必ずストーリーの中には挫折とか試練とか困難を感じているという場所が必ず物語の中ではありますので、そのような物語の中の一部であるというふうに捉えてですね、この時期を乗り越えると、さらに輝かしい未来が待っていると、この困難を乗り越えなければ見えない世界があるというようなことをですね、自分に言い聞かせることによって、今の困難をも糧にして成長していく力が与えられるのではないかなと思います。今回は、心がくじけそうになった時に思い出すべきやめないためのコツとマインドセット3つについてお話ししました。
いろいろと今やっていることが、例えば英語の勉強であったり、翻訳の勉強であったり、通訳の勉強だったり、いろいろと勉強している内容は違うかもしれませんけれども、続けていかなければいけないという点は同じです。そんな中でですね、一人でいろいろと勉強とか試行錯誤していると心が折れそうになることもありますので、そんな時はですね、この言葉を思い出して、また仲間が世界のどこかで頑張ってるっていうことも思い出しながら努力を続けていただけたらと思います。今回は心がくじけそうになった時に思い出すべきやめないためのコツとマインドセットについてお話ししました。翻訳者を目指していらっしゃる方、また英語などを勉強していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。 Thank you for watching. I'll see you in the next video.